けてから実は1ヶ月ちょっとの久しぶりのライブなんです。イエーイ。本当にね、伝説さんをはじめこのね、他のアイドルさんのファンの皆さんも今日は今かけたを見てくれてどうもありがとうございます。ありがとうございます。先生、久しぶりのライブだけど。はい、そうですね、とっても楽しくて、あの伝説さんといえばやっぱ電車じゃないですか。うん、明日に行かれるんですよね。あ、そうなんですね。そう、大御駅であのイベントやられるそうなんですけど、私たちも大御駅で何度かイベントさせてもらってますよね。はい、そうですね。あの常連さんね、自転車で電車乗れるで有名なので。そうで、この辺に自転車、このマイチャリっていうのが置いてあるので、うん、それを使ってぜひ遊びに行ってください。いいですね。お願いします。本当に久しぶりのライブなんですけど、配信を見てる皆さんもそうですし、ここの会場に来てくださってる皆さんも、本当に皆さんの熱量でアイドルってライブができるんだなっていうのを改めてここで実感しました。今日も本当にありがとうございます。ね、私たち実はあの2011年の頃からアイドルをやってて、うん、メンバーはね、もちろん入れ替わりとかはあるんですけど、あのさっきねコメントしたこの3人は10年続けています。なので皆さんもご存知の通り、アイドルの戦国時代にやってきたグループなんですよ。そうですね。そう、だからこの時はどのアイドルも負けたくなくて、うん、どこがこう上に這い上がるかみたいな感じだったよね。うん、そうですね。そう、でもやっぱりこうやって10年が時経って、今こうコロナ禍で今大切なことって、もちろん同じアイドルさんもそうだし、うん、ファンの皆さんも違うアイドルが好きでもここで一つになるのが、うん、今のアイドルの形なんではないのかなって思います。どうでしょうか皆さん。あ、よかった。なので今日出会った皆さんはもうお友達ですので、この後も今日いる5組ぜひこの後も応援していただければ。